ジェームズ・リーチャード・ハーデンは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ビクトリア出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1999年のドラフトで、シアトル・マリナーズから38巡目で指名されたが、契約せず、セントラル・アリゾナ・カレッジへ進学。ハーデンはマリナーズから指名された当時を振り返り、すごく嬉しかった。実は、高校の時は、 外野主権投手だったけど投げさせてもらえず、ずっと投げたいと思っていた。でも、まだプロに入る準備はできていなかったんだ。と語っている。2000年の MLB ドラフトで、オークランドアスレチックスから17巡目の指名を受け、2001年5月18日に入団。2003年7月21日ロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。2004年、 2005年と2年連続で2桁勝利を記録した。2006年、2007年と怪我のため2年連続で当番試合数が1桁に終わっている。2006年は4月下旬に腰痛で5週間故障者リスト入りとなり、6月4日の復帰戦で右ひじを痛め再び故障者リスト入りとなった。再度復帰したのは9月21日で、この年は9試合にしか当番できなかった。 2007年は4月下旬に故障者リスト入りとなり、6月22日に復帰を果たしたが、すぐに再発し、7試合の当番でシーズンを終えた。2008年7月8日に2対4のトレードで、チャド・ゴダーンと共にシカゴ・カブスへ移籍。2009年12月10日、テキサス・レンジャーズと契約した。2010年12月21日、 オークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。2012年は右肩の怪我で1年間欠場した。2012年12月21日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2013年7月28日に解雇された。ありがとうございます。